駅前イルミネーションはもうすっかり上郡駅の冬の風物詩だね。綺麗なイルミネーションがあると疲れて帰ってきた時もほっとするね。そうだね。ところで遠心くん、明日12月16日は衆議院議員総選挙の投票日って知ってる？え？選挙？僕らに何か関係あるのかな？あるわよ。だって私たち平成2年生まれだから、生まれても22年でしょ？選挙もできるんだよ。あ、そういえば選挙管理委員会というところから封筒に入ったハガキが来ていたね。そうそう、私のも入ってたでしょ。そのハガキが選挙の入場券なんだよ。私たち有権者全員のところに1枚ずつ届いているのよ。でも明日は朝早くから遊びに行く予定があるんだよ。それに僕一人くらい行かなくてもいいんじゃないの？ダメよ遠心くん。私たちの国の代表を決める大切な選挙なのよ。それに当日都合が悪くても期日前投票っていう方法で投票日より前に選挙をすることができるのよ。へえ、そうなんだ。その期日前投票っていうのはどこに行けばできるの？上郡町は役場の1階にある会議室が会場なの。入場券の裏側が期日前投票の宣誓書になってるから、遠心くんの名前を書いて夜8時までに行けばいいのよ。夜8時までだね。このイベントが終わってから行っても間に合うね。事前に入場券の裏側の宣誓書は家で書いていった方が早くできるわよ。わかった、選挙に行ってくるよ。待って遠心くん、入場券ちゃんと持ってる？もちろん。これだよね。その入場券大きすぎ。私たち一人一人が選挙を通じて政治に関心を持つことでより良い社会になると思います。皆さんもぜひ投票に行ってくださいね。よろしくお願いします。遠心くんとエイトちゃんによる未来を決めるみんなの一票、一票、僕らが決めよう、みんなで決めよう、その人に託そう。だから選挙、選挙、明るい選挙、選挙、選挙、明るい選挙、明るい選挙。政治が悪い言うだけじゃダメ、今こそその一票、一票、ワンダー。政治が悪い泣くだけじゃダメ、未来を動かそう。だから選挙、選挙、明るい選挙、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 明るい選挙。
です。もうあの僕はもう期日前投票で終わらせました。僕は二十歳になってから一回も選挙を欠かしたことありません。皆さん明日は選挙に行きましょう。ということで皆さん一緒にこの曲をもう覚えましたね。せーの、選挙選挙明るい選挙、選挙に行きましょう。ありがとうございました。なんかもう心もねあったかくなるような楽しい歌でしたね。これは元歌っていうのがあるんですか？それをこうバイ